にリズムが決まっています。今シーズンはスパニッシュメドレーが課題となっています。4つのリズムから2つまたは3つを選ぶんですね。はい、リズム要素としては2つのダンスリフト、それからダンススピン、これは1つですけど片足で3回転、あとは2つの異なるステップシークエンスが必須要素です。はい、その必須要素を入れながら2分30秒の時間でプログラムを滑ります。最初のカップルはフランスのカップル、ミリアム・トリビディック、ヤン・アバックです。18歳の20歳のカップル。カップル、ミリアム・トリビディック、ヤン・アバックでした。タンゴのところの滑りはとってもステップなんかうまく滑ってます、ええ、まあ、あのフラメンコの特徴が少し弱いような気がします。それにもったいなかったのはこの見せ場のミッドラインステップのところで女性がつまずきました。それは減点されます、はい、まあ、あのこのミッドラインステップっていうのは非常に難易度の高いフットワークを音楽とリズムの特徴を示すためにここで一つの見せ場ってなるんですよね。そうですね、そこでこうつまずいちゃうっていうのは本当にもったいないと思います。このカップルは抽選で1番くじを引きました。第1グループの第1滑走です。第1課題では11位、第2課題では14位、ずいぶん開きがありました。そうですね、うん、女性は18歳、男性20歳です。このスタンブルでちょっと順位がやはり取り戻せるっていうか、第1課題のように11位まで戻るかどうかはこの出方次第なんですけれど、第1滑走者っていうのはやはり得点は揃っている分あまり高くはないんですよね。はい、今映ってたメガネがフランスのジャッジの方で困ったなと思ってんじゃないですか。なるほどね。
このカップルは昨年もこの世界ジュニアに出場しています。その時には13位という成績でした。フランス国内では第2位というフランスのジュニアのカップルです。昨年よりは随分滑りも良くなってますね。ただいろんな国の選手たちがそれだけ上達しているので、はい、何かよっぽど良くないと上に飛び出てくるのは難しいと思います。なるほどね。さあ得点が出るようです。オリジナルダンスファーストマークはコンポジションの得点になります。下が 3.9 上が 4.0 です。 3.9 と 4.0 これがコンポジションの得点でした。そしてプレゼンテーションです。すべてが4点台です。下は 4.1 になりました。上は 4.5 まで出ています。そうですね、ベーシックマークは 4.2 ぐらいで決めるとそこから減点されるんで、0.1 から2